せっかく駅まで行ったのに財布を忘れてきました。最悪。 Oh my god! 誕生日なので会社休んじゃった。なんか着替えたらすごい全身黒、黒ずくめの犯人みたいになっちゃいました。下げるよね。下げるよ。なんで日本は下げてくれると思って。日本は優しい国だから、おもてなしの精神じゃない。この日は友達のピーちゃんが私の平日休み誕生日デーに付き合ってくれるということで来てくれました。本当にありがとう。これになんかこうあれしちゃうの。あ、いい感じ。え、てかこのバッグさ、可愛いよね。高いよね。やばいよね。12、3万ぐらいするんじゃ、しないか。10はいかないですね。え、でも10ぐらいするよね。めっちゃ高いね。さあ、ここからショッピング開始です。まずは高島屋に行きます。あ、すごい日差しでかっこいい。あ、やばい。また白飛びする。白飛びするかも。ついていけないからこのカメラ。じゃん。あ、風が、あ、風が。買っちゃいました。イエーイ、嬉しいです。イエーイ。買わなかったら絶対後悔する。そうだよね。まあでも一応予算10万にしてたから私。え、って考えると5万浮いてるんですよ。まだ5万浮いてるんで、残りの5万でお買い物していきたいと思います。イエーイ。10万チャンネル。いつものパターンですけど、こういう時はだいたいこれで終了します。やばい、今からデンジャラスゾーンに突入します。イエーイ。楽しみ。決してデンジャラスゾーンではないんだけど。やばい、髪がもう VK みたいになってる。今から行ってきます。ポイントカードちょっとりますね。はい。言われる。これからマッサージを受けます。すごいアングル。大丈夫。ふくらはぎやばかった。ふくらはぎ謎のさ、なんか石みたいなのさ。あれやばかったよね。いやー、最高。なんかもう超すっきりした。みんな泣くので最高だよ。あ、こちらですか。でもなんかたまにさ、なんかすごい乱暴な発言されるときね。なんか私あの熱いさ布巻かれたときじゃ寝てろって言われたもん。ね、寝てろみたいな。風がね、うん、暑かったです、うん、その方がいい。まあ、ね、これこのペクジョンウンさん、この人にトラッキングしだした。香港アンテン入れるかな。あ、でも満席っぽいね。チャンジャルバン美味しそう。これがちゃんぽんで、これがジャージャー麺。あ、ありがとうございます。美味しそう。でかでかすごい。うんうんうん、想像と味違う。おいしい。え、甘い。え、待って、これなんかめっちゃ食べたことある。あんかけ焼きそば。え、怖い。それ絶対飛ばすやん。絶対飛ばすやん。うん、2個あるからね。
ただきます。うん、で、それを毎日食べちゃいました。おいしい。え、これ憧れ、超憧れした、これマジでずっと憧れした。こんな感じなんだね。女子か外国人かみたいな感じで、まあ、土地柄もあるのか、女子たちはみんな本当に恋バナしてました。しかもなんか結構こうえげつない内容だったりして、もうなんかこう聞いてしまうというか、まあ、あの聞かないようにしても聞こえてきちゃって、それが結構こうすごい興味深くてたくさん聞いてしまいました。あのいろいろと大変ですが皆さん頑張りましょう。はい、では帰ってきたので今日の購入品を紹介します。まずはじゃーん、ティファニーです。いやー、ティファニーでお買い物しちゃった。あとはお友達のピーちゃんに牡蠣をいただきましたので、これも一緒に、じゃあちょっとサムネイルでということで、じゃーん、ティファニー自分で買っちゃいました。やばい、30歳の記念になんか欲しいなと思ってて、でまあ正直そんなにいっぱいお金稼いでるわけじゃないので、ハイブラバッグドーンって買うのもちょっと今じゃないかなって思ったんだけど、何か欲しいなと思って、そんな時にこのティファニーちゃんに出会いました。キャー、開封式をしたいと思います。かわいいよね。おい、じゃーん、わーかわいい。うん、ちょっとさごまってる。あ、大丈夫です。じゃーん、見えるかな、キラキラ見えるかな。じゃーん、ちょっと待って、この2連のハートのダイヤモンド付きのネックレスを購入しました。超かわいい。ちょっとこのハートがなんか若いかなって思ったけど、まあ、なんて言うんだろうな、やっぱり、まあ、大人になるにつれてあえて可愛いものをつけるっていうのが、まあ、素敵かなって、まあ、勝手にこう大人っぽくはなっていくと思うから、あの物として可愛いものを持っといた方が、まあ、あの可愛らしい女性にいられるかなと思って、あえてちょっとこのギャルがつけてそうなというかね、結構若者がつけてそうなネックレスを購入しました。超可愛い。でね、あのまあ、いろんな段階があって、ダイヤモンドがついていないこのものだと、まあ、一番お手頃価格で、逆にこ の, あのティファニーブルーの色のところがあのゴールドのものだと、まあ、あの倍ぐらいの値段になるのかな。で、まあ、あの結構私ゴールドのアクセサリーが多かったから、まあ、あえて今回はこのシルバータイプにしてみました。あとちょうど10月後半からシルバータイプがかなり値上げをするということだったので、まあ、ちょうどいいかなと思って購入しました。でもやっぱりこうせっかくだからダイヤモンド付きっていう感じでね、ちょっとこうプラス、お値段をお支払いいたしました。超かわいい。ちょっとつけてみます。じゃん、どうですか。めっちゃかわいいじゃん。正直これ買うか、結構フェラガモのバッグを買うか悩んで、ただフェラガモのバッグ30万ぐらいしたから、まあなんかちょっと今じゃないかなと思ってこちらにしました。で、超かわいい。ちょっと近くで見てみて、じゃーん、
え、可愛くない？一気に可愛いよね。最高ですね。なんかこうやって自分にアクセサリー買うことって今までなかったから、なんかもらい物で生きてきたというか、なんかあんまりこうアクセサリーに対しての欲が今までなかったけど、ちょっとこうやっぱり服とかシンプルにどんどんなってきたから、こういう可愛いアクセサリーをつけるとテンション上がる。10歳はもう本当に20代の時よりもパワフルに、そして家族を大切に、友達と家族を大切に、楽しく毎日を過ごしたいと思います。皆様今年もどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。